大オオスゲカレックスリンコフィジは、カヤツリグサカスゲ属の植物の一つ。寒冷地の水辺に生えるとても大柄なスゲである。火力性の多年性草本。地下に匍匐形を伸ばし、大きな群落を作る。家系は高さ60から100センチメートルに達し、葉は、この高さには達しない。葉は、幅が8から15ミリメートルと幅広く、ざらつきがある。葉質は、やや硬い。 茎の断面は三角形をしており、その基部は柔らかくて、赤葛色に色づく鞘状の葉に包まれる。夏季は6から8月。花形は、下部は滑らかだが上部はザラつく。花女の形としては、相状で、コボは全部で5個から10個以上の場合まであり、いただきコボとそれに続くもの、合わせて3から7個がオスコボで、それ以下のものはメスコボである。 オスコボは互いにやや接近しており、メスコボはやや離れている。コボの下のつとは、鞘がないか、あってもごく短く、養身部は養生に発達する。オスコボは、線形で、長さ3から6センチメートル、柄がある。おナリ輪ペンは、淡褐色で先端が尖る。メスコボは柱形で、長さ5から10センチメートル、密に下方をつけ、短い柄がある。またメスコボは、 開花期には斜めに立ち上がっているが、果実が熟するにつれて先端から垂れて湾曲する。目花ンペンは淡い褐色で、太い中六は緑色をしており、先端は鋭くとがるか、短いのぎとなって突き出る。長さは、下方より短い。下方は、卵形で、長さ5から6ミリメートル、多数の脈があり、表面は無毛。先端は長いくちばしとなって突き出て、 その先端の後部には鋭い二つの四条突起がある。また下法は熟すにつれて大きく膨らみ、また反り返るように主軸に対して立ち上がる。痩せかは緩やかに下法に包まれており、長等乱型で長さ2から3ミリメートル、長い過中は湾曲している。中等は三つに裂ける。和名はかさそげに似て大型になることによる。本種は、 日本のスゲ族で最も大きい種の一つである。日本では北海道と本州の中部以北にあり、国外では千島、サハリン、ウスリー、シベリア、朝鮮に分布する。世界的に見るとアジア東北部のシベリアから日本海を取り巻く一帯をその分布域としている。寒冷地の故障や河川、あるいは水路や湿原などに生育し、群落を作る。湿った地上に、 失笑植物として生育するか、根元が水に浸った、中水性植物として生育している。コボの下のツトにサヤが発達せず、オスコボが複数あり、下方が大型で光沢があること、中東が三列などの特徴から、オニナルコセツセクト、バシカライに含められる。この節に含まれるものは日本に6種あり、ほとんどは寒冷地の湿地に生えるものである。特に似ているのは、 カラフトカサスゲシーローストラータで、本種同様に水辺に生える大型の種であるが、本種に比べると、葉の幅が4から8ミリメートル、花宝の長さが3.5から4ミリメートルと全体に、スレンダーである点で区別できる。同じく水辺の大型のスゲである、オニナルコスゲシーベシカリアは、花宝が成熟しても膨らむことがなく、斜め上を向いている点で区別される。 名前の上で似ているカサスゲシーディスパリタは、やはり水辺の大型になるスゲで、分布域も重なる。ただし背丈はともかく洋服が4から8ミリメートルとかなり細く、下方が長さ3から4ミリメートルと本種より小さい上、下方が大きく膨らむこともないのではるかに小さく見える。分類上は、この種は不をことにしており、その違いの一つにオスコボが一つしかないことが、 重要とされるが、実際には、この種は2番目のオスコボを出す場合が結構ある。ただし、本種のように3つ以上のオスコボを作ることは、まずない。またこの種にも、近縁のものが複数ある。下法が大きく膨らむものとしては、宮間しらすげシいコンファーティフロー,オーラがあり、これもかなり大柄な水辺のすげであるが、背丈は30から80センチメートルとやや小さく。 またこの種もオスコボは一つだけである。環境省のレッドデータブックには取り上げられていないが、県別では、福井県と岐阜県で絶滅危惧愛類に、新潟県で純絶滅危惧に指定されている。岐阜県の場合、もともと産地が少ないことと湿地であることから、開発や繊維の振興による生育地の環境変化が懸念されている。以下、種として、星のほか P500 角の P173 巻の現状、P366 角の P173 勝山海底版一類2021年2月28日、閲覧。ありがとうございます。